どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということでアメリカンエキスプレスのクレジットカードにですね、ホテルのねキャッシュバックオファーが来ておりますので、こちらの解説ですねやっていきたいと思います。ということで、アメリカンエキスプレスのねクレジットカード保有されている方はですね、ひとまずこの動画一回閉じていただいてですね、アメリカンエキスプレスのアプリをね開いていただいて、オファーねぜひ確認していただいてですね、その後ですねまた動画にね戻ってきていただきたいなというふうに思います。というのもこのオファーなんですけども、先着なんですよね。で、先着人数がですねすぐね埋まってしまうホテルオファーっていうふうになっておりますので、ぜひねそちらやってからですねこの動画ね見ていただければなと思います。ということで、今回のねアメリカンエクスプレスのホテルのねキャッシュバックオファーなんですけども、ハイアット、IHG、ヒルトングループでのキャッシュバックですね、それとプラスしてザ・ペニシュラ東京ホテル限定のねキャッシュバックオファーというふうになります。かなりありがたいですよね。それではですね、まずねハイアットから詳細ね見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、事前登録期間はですね2021年の7月の8日から2021年10月31日までっていう風になっておりまして、エントリー必須で先着1万2000名までっていう風になります。で、利用期間がですね2021年10月31日までに合計3万5000円以上ね利用していただくと7000円ねキャッシュバックいただけるっていうキャンペーンになります。で、こちらのねキャッシュバックキャンペーンなんですけども、アメリカンエクスプレスのねクレジットカード、私 iPhone なんですけども、スマートフォンね登録するとねクイックペイでね利用することができるんですけども、このクイックペイのね支払いについてはこのキャッシュバックキャンペーンね対象外っていう風になります。それでは次にですね、利用先なんですけども、対象施設がですねこのオファーのところから詳しくね一覧で見れるようになっておりますので、こちらはですね利用される方確実にねチェックしてから利用ねしていただければなと思います。またね、このキャッシュバックオファーは日本国内のみっていう風になっておりまして、宿泊予約でね利用する場合は公式サイトからの予約、もしくはですね直接対象ホテルにですね予約していただいて利用していただいたものがですね対象っていった形になりますんで、この点はね注意してください。またですね、レストランの利用に関してもこちらねオファーの対象になるわけなんですけども、オンラインで予約したレストランに関してはこちら対象外っていう風になってるんですよね。ですので、もしねレストラン利用される方であればですね、直接ねレストランに予約していただいて利用がね必須になるっていう風になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、ザ・ペニシュラ東京ホテルですね、事前登録期間が2021年7月8日から2021年10月31日までっていう風になりまして、こちらも利用期間が一緒ですね。2021年10月31日までに合計2万5000円以上利用すると5000円ねキャッシュバックがもらえるキャンペーンという風になります。対象ホテルはザ・ペニシュラ東京ホテルのみっていう風になりまして、こちらもねクイックペイの支払いは対象外っていう風になります。で、こちらもですね公式サイトの予約、もしくはホテルに直接ね連絡していただいて予約した場合のみね対象といった形になります。で、こちらの注意点としてはですね、レストランを利用する場合ですね、こちらのキャッシュバックキャンペーン対象になるわけなんですけども、チェックアウトの時にですねフロントデスクで支払ったものがね対象っていう風になりますんで、こちらレストランでね決済していただくとおそらく対象外になると思いますので、この点をね注意していただきたいなと思います。それでは次に IHG ですね、事前登録期間が2021年7月8日から2021年10月31日までっていう風になっておりまして、エントリー必須先着2万5000名までっていう風になります。で、利用期間はですね2021年10月31日までに合計3万5000円以上利用すると7000円ねキャッシュバックしていただけるっていうキャンペーンになります。でですね、こちらも支払い方法はね、クレジットカード決済のみ、クイックペイは対象外っていう風になってまして、で、こちらもね、利用先は一覧でね、公式サイトで見れるようになっておりますので、利用される方はですね、対象ホテルになってるかどうかはですね、確実にチェックしてからですね、利用してください。またね、対象エリアは日本国内のみっていう風になっておりまして、またね、宿泊の場合なんですけども、公式サイトからの予約、もしくは電話番号がね、記載されておりまして、ちょっとこれにね、出して
ておきますけれども、そちらでね予約していただいてですね、フロントデスクで決済したものはね対象っていう風にね記載がありますので、この点はね注意してください。またですね、レストランに関してはですね、チェックアウト時にフロントデスクで支払った場合はね対象っていった形でね記載がされておりますので、おそらくねこちらレストランで支払いしてしまうとですね、キャッシュバックキャンペーンね対象外になるかもしれませんので、この点もね注意していただきたいなと思います。それでは次にヒルトンホテルですね。事前登録期間が2021年7月8日から2021年10月31日までエントリー必須っていう風になっておりまして、先着3万名までっていう風になります。で、利用期間はですね2021年10月31日までに合計4万円以上利用すると8000がねキャッシュバックされるキャンペーンっていう風になります。で、支払い方法はですねクレジットカード決済のみ、クイックペイは対象外っていう風になっておりまして、で、利用先なんですけども、こちらもですね公式サイトにね一覧で見れるようにねなっておりますので、利用される方はね確実にチェックしてからですね利用してみていただきたいなと思います。またですね、対象エリアは日本国内のみという風になっておりまして、こちらもね宿泊の場合は公式サイトからの予約、もしくはですねカスタマーセンターの電話番号ですね、ここらにね出しておきますけれども、こちらでね予約していただいてフロントデスクで決済されたものがね対象っていう風になりますんで、オンライン前払いした予約に関しては除きますっていうね記載がありますので、事前決済プランっていうのはねありますよね。今でいうねヒルトン夏セール、この前動画出させていただきましたけども、あちらとかですねまさに予約時に全額決済するねプランっていう風になりますんで、公式サイトの文言を見るとですね対象外になるのではないのかなと思いますので、この点をね注意していただきたいなと思います。またですね、レストランね利用する場合はですね、オンラインで予約されたレストランに関しては対象外っていう風になっておりまして、レストランね利用される場合はですね直接ね予約が必要っていう風になっておりまして、またね支払い自体もですねフロントデスクで支払う必要があるっていうね記載がありますので、おそらくねレストランで支払いするとですね対象外になるのではないのかなと思います。ということで、ババッとですね今回のアメックスのねホテルオファーを解説させていただいたわけなんですけども、今回のねこのオファーに関してはですね、微妙にホテルグループによって条件がね違う点もあるっていった形になりますんで、特にね利用される先のホテルですね確実にチェックしていただきたいなと思います。こちらねヒルトンホテルなんですけども、ヒルトンホテルはですね国内に17のねヒルトンホテルがあるわけなんですけども、こちらね13ホテルしか対象になってないんですよね。まあこのキャッシュバックキャンペーンのトップだけね見てしまうと、まあどこがね対象でどこが対象じゃないかっていうのはね記載がないっていった形になりますんで、本当にねこの点は注意してね利用していただければなと思います。またね今回のアメリカンエクスプレスのねオファーに関してはちょっとね対象者限定なのかそうでないのかちょっとわからないんですよね。私はねこの今回紹介させていただいたオファーに関してはですね、ANA アメックスゴールドのクレジットカードのオファーにね全部来ておりまして、ヒルトンアメックスプレミアムカードに関してはヒルトンホテルのみのねオファーが来てるっていう風になりまして、 SPG アメックスにはですね一つもオファーが来てなかったっていう感じになるんですよね。ちょっとねどのカードにどんな感じでオファーが来てるかっていうのはね分かりませんので、もしね来ている方いらっしゃいましたらですね、このカードに来てましたみたいな感じでねコメントねいただければなと思います。ということで、今回ねアメリカンエクスプレスのホテルオファーということで、今後ねホテル利用するのが決まっている方であればですね、かなりねお得に利用できるかなっていうふうに思いますし、ヒルトンホテルやねハイアットホテルとかですね、今年ねステータス獲得するのねかなり簡単になっているっていう点でもですね、修行される方もねいらっしゃるかなっていうふうに思いますので、ぜひねこのオファーね利用してお得にね修行していただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルほどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。今すぐエントリー完了だ。